エンジョイパチンコライフ。スロットスタイル。さあ始まりました、今回のスロットスタイル、私近間美咲の、実践ということで、本日ですね、お邪魔している、ところはですね、もうすでに、ご存知の方多いと思います。後ろに見えるのが、かの有名な、世界三大夜景の一つと言われております稲佐山、そしてそのふもとというんですかね、に、ございます、こちら、丸光稲佐店さんにお邪魔しております。私、丸光稲佐店さん2回目、ということでね、お店の癖傾向は、勝手に把握しているつもりでございます。で、本日も例によって、5時間実践1410倍のルールで、行こうと思っております。で、今日ですね、3月3日ということで、抽選の方ですね、もう、抽選の方は終えたんですけれども、200人以上ですね、お客さんがいまして、自分は59番、はい、なので、もうぼちぼち、入場が始まるのかなというところで、今日ね何行こうかちょっと悩んでるんですけれども、多分、早い番号の人たちはハイスペックを行くと思うので、まあちょっとね、枚数のルールの部分もあるので、まあこういう時だからこそ逆にノーマルタイプみたいな、まあ、前回こちらのホールさんで、ジャグラー、マイジャグ打ってでドロロン煙幕で締めるみたいな感じだったので、ちょっとね鼻鼻も気にはなってるので力入れてたのは間違いなかったので、その辺に行こうかなとは、思っております。スロットスタイルこれで、私4回目ですけれども、初勝利目指して、頑張っていきたいと思います。あ、何打とうかな。結構散ってる感じかな。あーでもあれか、バジリスクとか埋まってたなー、けど俺鼻鼻今日打ちたいんで鼻鼻にしよう。よし、こういこうか。カード北斗も、そっか、化け物リング、あでも結構みんなあれっすね、騎手のカードかなー、うん、あとはアラジン、アラジンがまあ埋まってんな。アラジン早いな、アラジンが早い番号で埋まってる感じですね。まあなんか傾向的にはそんなに台数が多くない。あでも5番の人とか花々の角いってんな。今日はですねこちらの、ニューキング花々を行こうと、思います。理由はなんですけれども、僕前回、丸光稲佐店さんにお邪魔した時に、ま、ジャグラー打ったんですけど花々もね結構状況が良さそうだったので、はい、ノーマルタイプで行こうかなと思ってたので今日はニューキング花々、ま、クイーンが後ろにあるんですけれども、何気にねあんま打ったことないんですよねこっち。なので、今日はこちらの角台で攻めたいと思います。はい、じゃあ早速打っていこうと思います。さあ頼むよ。今まで1回も勝ってないんでね、スロットスタイル今日は、勝ちに行くよ。今日は朝どのぐらい ?200 人ぐらいはいたよね、抽選で。抽選だけで200人ぐらいいて、で、その他にね、抽選受けてない人も当然いるんで、3月3日、一般の方の入場が始まる頃には、もうね、AT 機は基本埋まってましたね。早い番号の、まあ、常連さんたちとかは
スペックの高そうなやつ、バジリスクの絆だったり、まあ、そういう感じのところを攻めてる印象でしたね。で、まあ、それ以外はね結構知ってた印象ですね今日は。だから今日多分ね、今日平日だけどめちゃくちゃお客さんいるんでね、1台でちょっと勝負をしなきゃいけない可能性もある。ほら、ほら来た。あー止まんなかった気がする。よっしゃ、目押しミスか。75ゲーム、本日初のビッグボーナスゲット、ありがとうございます。これハラハラのビッグ中はね結構油断してスイカチェリーを取りこぼすっていうねことがね、まあちょこちょこありますね。ちゃんとここをね見てないとこぼしちゃうんでね。でね、ハラハラ、まあ、ジャグラーとハナハナ、ね、似てるってよく言われますけど、ジャグラーに関してはあれなんですよ、高設定になればなるほどビッグとレグの比率が1対1に近い感じに、ね、なるんで、やっぱレグを重視。おー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 、パネルフラッシュしてる、これパネフラしたよ。これは一応設定差のある部分じゃないか、羽フラで。まあそのジャグに関してはレギュラーをねやっぱしっかり見ないといけないんだけど、ハナハナね高設定になってもね全然ブレてもおかしくないようなね。そう、設定1が504分の1でしょ、で設定6でも330分の1なんですよね。だからボーナスの出現の割合で言ったらビッグに偏りがち、まあ、偏る感じになってるんで、推測はやっぱ難しいですよね、ハナハナの方が。まあビッグのパネフラはね全然発生するけど、レグでパネフラしたらもうねやめらんなくなっちゃうからね完全に。いや俺もねそういう時代あったよ。積極的に AD 機に走る時代がね。いやけどねやっぱね年取ってくると割とノーマルに行くよね、原点回帰みたいな。な昔だってまあ抽選とか並びで早い番号でそれこそ一桁とかでジャグラーとか行ってる人とか見て、あースイカ取りこぼした。ほらそういうこと話してからこぼしたよ。だそういうのを見てバカじゃねえのって思ってたからね。ね、で赤でいこうか。109ゲーム。そうなのだからね、もう早い番号を取ってんのに、いやいやいやノーマルはないでしょってすげえ思ってたけど、冷静にね見るとね、そういう人の方が勝ってんだよね。まあもともとその熱いイベントみたいな日とかは特に一番やっぱノーマルはねやっぱ入れないと出ないんで、でお店が出したいっていう日はきっちりね引かんない、それ引かんないわパネルは。だからそういう日に行ってる人の気持ちは昔はよく分かんなかったけど今はね分かる。
だから別に AT 機 AR 機を否定する気もないし、まあ、個人的にその爆発力がある機種も好きなんでね、否定はしませんけれども、やっぱりねノーマルタイプにこう元気があってほしいよね。だノーマルしかなくなる、もしくは AT 機しかなくなるってなったら、それは俺は間違いなくノーマルが残ってほしい、ノーマルだけになってくれた方がいいと思ってる派なんで、ビッグボーナス。ありがとうございます、ありがとうございます。47ゲーム、曲変わった。130ゲーム、さあパネルフラッシュ来い。あるんじゃないのこれ。ちょっと待って、4の2だよ、4の2でバネフラだよ、俺はやばいでしょ。プレミアムテント今のところ2回出てるしね。つうかパネルフラッシュが2回、バネフラ2回っていうのがね、だいぶ前向きに捉えられるね要素なんで、まあ、ベルに関してもね設定差若干あるって言われてますけれども、そんなにどうなんだろうね、重要視するべきところなのかどうかって言われると、ちょっと難しいところですね。まあ、当然数えた方がいいことはいいですけれども、あとこのスロットスタイルっていう番組に対しての自分の姿勢はね、もう何度も言ってるかもしれないですけども、どちらかというともうそのガチで設定うんぬんっていうよりは、楽しくねパチスローをこう打ってる姿だったり楽しみ方なんかをこう伝えられたらなっていうね思いのもとやってるんで、その辺はご理解いただければなと思います。まあ、当然ね推測するのであれば数えるのは当然ですよ。ただそれでね、まあ、ベル悪いからやめますみたいなっていうのを何台も何台もこう繰り返してとかっていうと、うん、まあ、楽しさっていうよりはね圧倒的にホールなんて低設定の割合が多いんで、そういう状況をこうなんか赤裸々にこう伝える感じになっちゃうとね、まあ、ネガティブな感じになっちゃうんで、それよりはもう楽しんだ方がね、ほらこうやって花も光ってくれるわけですよ。まあ、設定推測に関しては最低限は抑えるけれども、絶対数えようっていうレベルではないですね。だけど、まあ、ビッグのパネフラだったりレグのパネフラ、レグ中の両点灯みたいなところは抑えておいた方がいいですよ。まあ、何事もね適度なのがいいんですよ。嘘でしょ、嘘でしょこれ。またパネル怒ったよ、どうするよ。パネル祭りでしょこれ。大丈夫か。おお、いやなんかお店の飾りが告知の同時に落ちてくる、これ告知と同時に落ちてくるで、これもうミラクルでしょ、プレミアム告知でし
あ、またビッグだ。12ゲーム。ちょっとね、今パネル光らなくてホッとしたもん光ったらどうしようと思っちゃったもん。いや、順調すぎて怖いよ。片側転倒とかしないかな。おー、光った。気持ちよすぎだよこれ本当に。またビッグだ。73ゲーム、やばい、やばいぞこれは。こんな簡単に光ったらねえ、勘違いしちゃうよね。超楽しい。光らない。昨日も出てんだよな。やっぱハナハナ強いよな。隣も結構だね、回数ついてるし。ベルも落ちてるような気がするなすぐこういうこと言い出すからね俺。ジャグラーとかも出てたらすぐ、いやブドウ悪くねえなーみたいないやそんぐらいがねやっぱね楽しいんだって。パチスロはちょっとハマり出すと怖くなるなレグがちょっとね足りないね。でもまあ1、2回引けばもういいぐらいだけど。これだね、300ゲーム突入どこまで行くか。あー俺もボーナス引きてー。鼻吹きます。これでこれさっき触った汚れを取ったから。お、あー早速来たと思ったら違ったね。500超えてるよ。どこまで行くんだい。ちょっと気分をね変えるためにこれですよ。なんか屋台が出てたらしいんでフランクフルトでも食って、気軽な軽食もあるっぽいよ。うまいっすよ。野郎がフランクフルトを食うえっていうね、最低だよ。今日の稲佐山付近は雨。はあ、870で当たんねえかな。花900か、だいぶいったな。お、天井ですね。大体こんなもんよ。はい、右。さあ、こっからよ。そんな甘くないでしょ、そんな甘くないでしょ。さあ、こっからよ。でも連チャンはバケから始まるからね。
あ、OK、 ほら107ゲーム。これだってあれだよ、グラフでさ稲佐山作ったからね。すごい。フリーズ。勢いで行こうと思ったんだけど、いやマジ950余りいらなかったな。あ、気持ちよく勝たしてくれよ。134、おっしゃ。耐えてる耐えてる。気持ちを新たに全部入れてやろう。うるさいから。ほら、フリーズしなかった。おー、滑ってきた。うわー、惜しい惜しい。スイカだから緑だよ。スイカだから緑。違うよ、なわけねえじゃん。音が変わりましたよ。87ゲーム以内。今だって147分の1ってあれだからね、6と5の間だからね。いや一気に変わるよね、ちょっと連チャンしただけで。はい、光らず。1ゲーム連引けねえよ。いや、葉っぱだけ引かんのもよかったな。リプレイの後に光らせたいな。リプレイのね後に光らせるのが気持ちいいんだよな。また300か。低設定なのかな。もう分かんなくなってきてるな。空き台がほとんどないな。やばいでしょこの稼働率は。半端ねえ。すごくない？何これ、9割ぐらい稼働してない？8割9割8割は余裕、あ、ごめんなさい、8割は余裕で稼働してるね。ハーデスはハーデスも埋まってるもんな。ハラハラ続行しよう。おーし、いい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 、とりあえず当たってくれたからいい。501、
このまま光ってろ。光らないって。レグ地獄来た。白狙っててずっとレグだったから赤狙おう。おっしゃおっしゃおっしゃ、これ逃げ切ったんじゃねえか。これ逃げ切っただろう。ビッグマジありがてえ。光らなくなったね。さあ1ゲーム連チャンス。下皿で当たんねえかな。あと50枚ぐらいか。さあラスト、はい、ということで、お時間が来てしまったということで、次戦の方はこれにて終了。まあ、この後まとめに行きますけれども、辛くも勝利ということで、今回の次戦はこの辺で終了したいと思います。次戦終了、お疲れ様でございました。はい、ということでご覧いただいた通りですね、投資が4本だったので188枚ですね、188枚、使いの、470枚流しの、プラス282枚、はい、ということで、私4回目の、スロットスタイルにして初勝利。パチ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 、もう多分 SE 入ってると思うんだね。はい、ギリギリですね。朝から朝ね、完全にこれもろたみたいなね雰囲気プンプンしてたんですけどね、1600枚ぐらい一撃で、一撃というか、まあ、最大のサマイスでポーンと出て、で、山を降りてきて危うくマイナスに行きかけるってところでまたちょっと戻した分ちょい勝ちみたいなね、感じだったので、まあその設定的にどうなのって言われたら、パネルフラッシュはね、やっぱ 3回だ出てるっていうところだったり、まあね、下は間違いなくないんじゃないかなっていう気はします。はい、でなんだろうな、まあ花々しか打ってないんでね、花々の状況しかわからないんですけど、まあ、なんとなくクイーンの方が全体的に良さそうな感じはしました。自分が打ってたキングの方じゃなく、まあ、3月3日なんでね、ひな祭りなんで、こう女の子的なところで、クイーンかなっていう、それね、さっき気づいたんだよね。けどまあその露骨にっていう感じじゃなかったんで、なんとなくクイーンの方がガッサンがいいかなっていうぐらいだったので、まあまあでも花々クイーンもキングも、まあ、遊べる台結構あったんじゃないかなっていう感じはしております。はい、で、まあ、丸光さんはあれですね、まあ、注目機種も入ってますし、うん、ちょうどね、この後かな、もう何日か後にまた新しい台が、入ったり、あとは、まあ、ジャグラーだったり花々だったり、まあ、その辺の遊べる台も今日もね状況的に悪くはなさそうなので、はい、お近くの方はぜひ、そして、まあ、あの観光でね、私言ってましたけども稲佐山とかね、あの長崎に遊びに来た際もお立ち寄りいただければなと、いった感じでしょうかね。はい、ということで、今回のスロットスタイルちょっとね、なんか勝ってね、どういう風に締めようかなっていうね、私もねまとめきれてない感じがしますけれども、4回目にして初勝利ということで、もうグダグダ言ってもしゃあないんでね、4回目の実戦丸光稲佐店にて初勝利ということで、
次はリベンジじゃなくてもっと勝てるようにっていうところでね、ホールさんにはぜひ、お声掛けいただければなと、思います。それではまた次のスロットスタイルまでお楽しみに。さようなら。PTube はこんなに楽しい。人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。 PTube ダウンロードしてね。えいえい。